おはようございます。おはようございます。どうしたんですか今日は。何すか今日は。今日ちょっと山口さんにお願いがあって。何でしょうか。今日 X デーなんですよ。はい。 X デーって何ですか。社長をまたブチギレさせようかなと思って。何をやってです。結構社長って中途半端なことが嫌いなんですよ、まあ、ご存知だと思いますけど。嫌いです。大嫌いです。大嫌いですよね。はい。であのカメラマンのみどりちゃん、はい、いるじゃないですか。はい。プランナー職人カメラマンで、カメラマンがどんくらいでしたっけ。 今2ヶ月。2ヶ月ぐらいですか、ね、経ったぐらいです。はい。でも2ヶ月で辞めたい。辞めたい。でシール職人になりたいらしいです。シール職人になりたい。そうなんです。はい、はい、山口さんの元で。それは違うでしょ。そうです。そういう体で社長を騙していこうって話でしょ。そうです。そうです。勘違いする勘違いする。みんな勘違いする。そうそうです。もう社長呼び出してて今。はい。で社長来るじゃないですか。ブーブーお前何やっとんだってなるじゃないですか。シール職人になりました。で社長で山口さんがみたいな。ちょっと待って、それ完全とばっちり俺来るよね。はい。でも怒ってきて、もう僕とみどりちゃんはシュンってなっちゃうんですよ、もう。はい。怖いんで。だから山口さんだったら。そう、だって怖い。いや、いけます、いけます。あの、YouTube っていう武器があるんで。何やっても大丈夫です。そうですね、確かに。何やっても大丈夫って言ったやつが捕まってくんだ。完璧ですね。完璧ですね。服も着替えてみました。すごい、ちっこいね。ちっこいですか。ちっこい。あとどんくらいで。もうあと10分ぐらいじゃないですか。もうとりあえずじゃあ一回上がって、はい、なんか作業するクールで、はい、そうですね。サクッと取って、はい、怒られますか。怖いな。でとりあえず社長車でちょっと時間あるんで、はい、まあ、一応現場の説明みたいな感じですけど、はい、ALC になってきますから壁が。はい。でちょっと変わっとんのが。ここ本当は化粧シールですんですけど、今回塗装してあるんですよね。なんでか知らないですけど。そうですね。でもこれの方が塗装屋さんは手間だと思うんですよ。ここに養生しなきゃ。そうですよね。今回はどうするんですかこれ。今回は多分化粧で打ちます。ああ。なんかどっちも手間じゃないんで、楽なんで。まあじゃあ女性がシール撤去するとどんな感じになるか、はい、まあ一回やってみてください。多分結構えぐいんだよねこの現場。すごだいぶ力いりますね。これでも多分取れんと思う。ちょっと全然取れんかったもん俺。うわうわ本当だ。じゃ本当に女性でこんなんできるのかっていう話になってくるんですよ。確かに。います。実際シーリングの職人で女性。噂は聞いたことあるんです。東京の方かどっかで。あ、見たことない。女性だけの会社みたいな。え、そんなのあるんですか。まだ会ったことはないですか現場とかで。女性はないですね。多分足場の人とか結構見ますけどね。あ、塗装屋さんはいますよね割と。こんなん本当にやってみたいと思う。いやちょっと今これ見ちゃったらこんな感じ。これ大変だな。だカッターの刃もあんま出しすぎると折れるもんで。それで手切った人がおるんで。ああ。うわ。うわ。全然。あとはもうこれで。うわ。体勢があれだもんで、ちょっと取りにくいけど。もうほんとこういうので削っていくしかないもんで。うわ大変だ。うわうわめちゃくちゃ力入ってますね。これは足場の足場でやるのが怖いですよね。シングルな足場とかだと怖いです。ちょっと隙間が空いてるとこだと、ああ、本当安全帯してないと落ちて死んじゃうもんで。確かに。でこれが急にプチって切れるんじゃないですか。はい。引っ張っといて、それで落ちたりとか。へえ。こんだけ力入れてたら反動すごいですもんね。すごい。あとこれがもうチンコに当たったりとかすると痛い。
じゃマジで。いやこの体勢、ね、引っ張ったじゃん。ヒッキーでバーンって。グースもんね、しかも。自分で自分を。そうなってるのめちゃめちゃ痛いです。でも僕、一個ちょっと山口さんにすごい言いたいことがあるんですけど。なんや。ちょっとこんな大変な現場なのにすみません。ああ。こんな。邪魔しやがって。すみません。全部こんな、さらに怒られるのに。ちょっと申し訳ない気持ちで。で、友達に上に怒るだろう。はい。申し訳ないです。真面目に仕事してるだけなのに、なんで怒られるかな。すみません。あ、来た。あ、来た、来ました、来ました。見えます。この準備がね。はい。うわお疲れ様でーす。やばいやばいやばい。はい。あ、撮ってます今。撮ってます。普通になんか山口くんのなんか作業風景みたいな。結構もうまとまったんで降りてきますね。もう動画撮ったんで結構。あ、撮る。はい。また一本撮った。はい。二本撮った。はい、そう、はい、何でしょうお前もう企画会議やっとると思うんだよお前。はい、お前嘘はっきんきのやつもそうだお前毎日企画会議やっとるんだよお前。全然勝手なことやってよお前。はい、確認もさせろよじゃやるのがいいんだけど別に、はい、頑張ってやれよって言ってるけど、はい、そんなのお前は中途半端なもの作ったらあかんだろう。はい、いや 俺はどう何と、まあ、あなた、まあ、動画撮るというか、うん、話もあって。話、はい、何の話。ちょっとなんかまた職人やりたいなと思って。ちょっと前から相談されてて、その前塗装の職人やってたじゃないですか。でももう一回職人やりたいって言ってて、その頃がちょっと楽しかったみたいで。でも今もう塗装班っていうのないじゃないですか、うちで。足場も女性って言ったら危ないじゃないですか、ちょっと。でシールの方ちょっとやっていきたいなっていうことを相談してて、でまあ今日動画と合わせて一回体験したらいいんじゃないっていう話で。塗装の職人やってた時にやっぱ作業とかやっぱ楽しかったなと思って、もう一回ちょっとそういう作業系黙々とやるやつやりたいなと思って。黙々ってやるはいいけど、はい、もうちょっとCやりたいじゃなくて YouTube やめたいんじゃない。いや、そういうことじゃないです。なんでやっぱなんか YouTube の仕事よりもそういう作業自分でなんか綺麗にしたりとかそういうのが好きだなと思って、ね、はい。そうお前だってお前プランナーやってお前、はい、現場職人やって俺んとこ来たわけだろ。はい、大変だぞって言ったら、はい、半年やらなかった頑張った。はい、言いました。まずはそこじゃねえ。はい、ただお前 YouTube とかあれがまあ向いてないって言っても言ってたわけでしょ。はい、はい、なんか現場もあれだか、それお前な、はい、1年ブランナーやって半年塗装やってとかさ、はい、やって、まあ、やっと使えるようになって全部やめてってるわけだろう、はい、変わってってるわけだろう、はい、だからまたシールでお前また半年なんてやめたいって言うんだろう。向こうも甘い世界じゃないでしょうか。はい、それはしっかり分かってます。お前が何いいって言ったの。僕もはい、一応そうなんだよ。半年1年予算もあるわしな。そうですね、その予算の中でまあやっていけたらなと思って。もともと1年かかるな。はい、人を育てたいなっていうのがあったんで。育てたいけどお前がじゃあ何年もやりゃいいよ。そうやってまあそういう場所じゃねえだろ。ちょっと何このこと。ちょっとそのやれるよっていう姿も見てもらおうかなと思って。あ、はい、見たって変わらんぞ。はい、もう現場に呼び出して言うことじゃねえよ。お前もそれいいよな、しとこな。あ、一応はい、相談されてたんで話は聞いてました。言ってることは全然わからん。こんな動画呼び出されて言う話じゃないし、お前はいいんか。そんな、まあ、本人が続けていく意思があるっては一応言ってくれとるんで、やる意思があるんだったら全然教えていきたいなと思ってます。だけどお前現場もそうだろ、半年経験させてあれで、そこからもう一回プランナー頑張れよって言って、まあ、YouTube に抜いたのは俺が悪いけど、はい、もやる以上ちゃんとやらなかったって半年やるっていう話じゃなかった。いや、やっとお前、はい、俺も2ヶ月3ヶ月でお前に慣れてきて
はい、あさあこれからだなっていう時に、はい、で今度お前仕入れ行きたい、そんな甘い世界じゃねえんだでしょ、はい、もう何十年だろうこれ、はい、10年20年やってるわけだろう、毎日毎日同じことやってたぞ、はい、もう1年2年でお前給料が、はい、まあ、大学卒業してお前、はい、みんな7000円6000円からさ、どうしようみんな、はい、いくら回っとんだじゃん、やっと YouTube でちょっと使えるようになってお前そんなこと言って、で県民呼び出されて、はい、私やっぱりものづくりしたいんです、はい、見てほしいです、ちゃうやろ、やりたいことはやった方がいいなと思って、社長もそれは言ってたんで前、やりたいことやったらいいのは言っとるけど、はい、半年もやらんうちに、はい、そうだ、何でも投げ出しとるのと同じだから、子供がお前ピアノやりたい、何やりたい、塾行きたい、そろばん行きたいって、はい、と変わらんぞお前って、お前バカなこと言っとるの、いや子供心ちょっと大人になっても大事だなと思って、子供心は忘れないように生きていきたいなと思って、いやお前それ子供心じゃない、幼稚なだけやろ、あでもそれも子供だと思いますけど、子供ってじゃあ俺の金でやんなよ、じゃあ給料タダでもいいです、6000円でもいいですってやるよ、じゃあ、いやでも本人もやりたいって言ってるんで、僕じゃあもう塗り替え道場やめて、今俺社員全員連れてって独立します、それは違うわ、でもやりたいって言ってる子がいるんでやらせてあげたいです僕は、で社員って言ったってあれだろう、だって俺が採用したんだもん、そんでお前が連れてくっても当たり前からされて、もう気分なんだよ、こいつだって雇うのに金かかっとんの、はい、採用するだけで金かかっとんの、じゃあそのお金僕払います、そんな話じゃないって、金の問題じゃねえだろ、なんでお前がこいつがやりたいからって言ってお前が集まったの、こいつにとってプラスかそれが、いやプラスになるかマイナスになるかこれからのこいつ次第じゃないですか、お前はそれでいいな、お前はいいよ、じゃあはい、で俺はお前らに言ってること間違っとると思うぞ、事務所できっちり話したいっていうのは話聞ける、やりたいもんで育てたいもんで、じゃあやめますわ、ちゃうだろお前、そんなこと筋は通ってないかもしれないですけど、現場来てわーわー騒ぐことじゃないですよね、わーわー騒ぐってお前らが騒いでるんだ、別に俺騒いでねえよ、お前がいきなり降りてきてこいつ育てたいです、全員連れてきます、お前完全にそれおかしいだろ、でお前俺にお前居直ってきてよお前、そうなったらやめてきゃよ、俺は困らないよ別に、そんなことで俺は困ると思った、もう私のために怒らないでください、あ？あ、怒らないでください、そんなに怒らないでください、お前関係ないわ、いやいや、お前は間違ってるけど、はい、俺もお前が間違ったと思う、えだって俺おかしなこと言ったもん、え社長裏切って職人連れて辞めてきますっつって早川のために、はい、誰が見ても絶対俺おかしい人だと思われる、はい、だけどお前辞めたいって言ってるわ、全然思ってないっす、どういうこと、全部嘘ですやめてきてよお前私日本語ちょっとだけちょっとおかしいでしょお前でドッキリにしてもちょっとおかしくない、何これ、じゃあ今度使えんだろ、ありがとうございます、ありがとうございます、ドッキリだな、はい、ドッキリだなドッキリだな、もうちょっと面白いドッキリにしてマジで、すいません、あすいませんちゃうか、はい、あえて俺切れるやつみたいに、資材置き場で切れるみたいに、切り切ってねえかよ、もうだってこいつはモザイクで使えんやん、もうそれも頑張ります、はい、モザイク今日終わり、はいそれじゃありがとうございました、パジャマっていうかこのジャージで、はい、これで終わり、はい、どうせこんなくだらん企画考えたらこいつだろう違います、緑ちゃん考えんやん、緑ちゃんです、絶対そう、外壁塗装のマッチングを、まあ、こんなドッキリばっかさせられてるんで、外壁塗装、まあほんこれね、登録もう今400社超えましたよ、はい、うん、最高のマッチングビジネスが今2000社だって、そこに何億ってかけて多分2000社集めてるのが、はい、うちは無料どころか、だって収益もらってるだろ、はい、もう今300万超えたつもりな、あります、あります、で500社400社か、はい、で求人マッチングに関しては600社、はい、でこれもだで本当に最高のものを作りますんで、だで本当に 3% から 5% っていうのが目標、ガイドとマッチングね、はい、で今求人の方は職人さんに、これ本当にさみんないいなと思うと、さ
職人も今登録できるもんと思うので、普通求人って会社に職人がここで働きたいです、面接してくださいじゃん、はい、職人が自分の経歴とか全部入れたら会社側からスカウトできる、うちで働いてくれない、はい、そうすると給料面とかも上がってくるじゃん。で職人で一人親方じゃないんだけど、ちょっと一人親方風に声かけてもらって、うちはこうやって条件出すよとか、よくない、そのパソコンのデータの中に履歴書みたいなのがあって、どこで働いて経験が何年あったか、よくない、で僕も明日からそれやればお前は強制の楽しくやっておりますんで、はい、アンチコメントやってください。はい、お前らだろ、はい、呼び出して辞めたいっていうのもそうだしな、シーラーに行きたいっていうのもそうだし、はい、いつまで投資したいんだ俺、お前すいません、それをお前いいよっていうことじゃ、おかしい、はい、どうですか、そう思います、なんかちょっとグズグズになったけど、じゃあね、チャンネル登録いいね、はい、よろしくお願いします。じゃあ俺が仕切るんだって意味がわからんし